16,000円と安さにつられてライゼン 5 5600G を買いました。早速開封していきます。現在使用中の CPU はライゼン 5 2600で2世代ぐらい古いやつです。 CPU クーラーもついてきます。使用中のマザーボードはタフ B450M プラスゲーミングです。 BIOS も4002にアップデートしてあるので5000番台の CPU も問題ないはずです。交換する 5600G はグラフィック機能があるのが特徴です。 CPU がクーラーに貼り付いたまま取れないようにグリグリしてから外します。無事にクーラーが外せました。新しい CPU にはベガグラフィックチップを内蔵しています。今回のビデオではゲームのベンチマークでこれの性能を評価します。 CPU 交換は手早くやるために近くに置いて方向も合わせておきます。グリスを追加で塗っておきます。均等にネジ止めします。このようにバックプレートを貼り付けておきました。ケースに取り付けた状態で CPU を交換するときはこれをやらないとプレートが脱落します。ケーブル類を接続します。ちなみに LAN は前回のビデオで紹介した 2.5GB LANカードを使っています。CPU ファンのコネクタ接続を忘れていました。変なメッセージが出ましたが、暗号化とかやってないので Y キーを押しました。それ以外にもピンでのログインができなくなるそうです。ローカルアカウントを作っていたので無事でした。今回は内蔵グラフィックの評価ということで、古いグラフィックカード2枚と比較します。何年か前に買った NVIDIA の GTX1050Ti と GTX750Ti です。こちらがベンチマーク結果です。評価に使ったゲームは GTA 5と FF15 です。結論としては 5600G のグラフィック性能はメモリ速度に比例します。 DDR4-3600 のようなオーバークロックメモリを使えばほぼ GTX750Ti レベルの性能は出ます。またオンラインゲーム等の放置系お金稼ぎにも省電力性能が活かせると思います。グランドセフトオート5のグラフィック設定ですが、このように設定しています。オーバークロックメモリを使った 5600G の内蔵グラフィックと GTX750Ti の動画比較になります。
内蔵グラフィックのベガ7の平均 FPS が43、 GTX750Ti が51になりました。次にファイナルファンタジー15のベンチマークです。じゃ、またね。標準品質でやっています。行くぞ。行こう。よろしければチャンネル登録お願いします。